レッツもち米クラブ、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 レッツはい、ということで、筑波山の女体山山頂にやってきまして、ちょっと場所が見つかったので、ここで生配信しながら運用したいと思います。はい、かーこさんの、コールサインが決まりました。決まりました。それではかーこさん、コールサイン発表してください。はい、最初が鹿児島、はい、でカーコの KA、はい、で最後が誕生日逆にしました、24、なんで逆にしたんだ42でいいじゃんよで、はい、やっぱりよくわからない人でした。はい、じゃあね、運用していきたいと思います。はい、それでは、はい、TK 今日もやってまいりました、はい、TK チャレンジ。今日は初心者の方がいるんで、そんなに難しいことはやらずに、やったー、こちらを、はい、ででんじゃん、TK チャレンジ県別ポイント対決。ちょっとよくわかんねえ。うわ、待って、わかんない、ちょっと待って千葉しかわかんない、千葉、東京、そこなんだ、神奈川、川崎、全然違います。え、皆さんよく、よく、千葉、東京、うん、神奈川、埼玉、違う、え、埼玉、何それ、茨城、福島どうしようか、かーこさんが今回3にするから、我々も3で、うん、そうですね、最初の3で戦っていきたいと思います。はい、それではレッツもち米ウィナー無線対決、イエーイ。ないでもさっきちょっと振ってた気がするんだよね。ちょっといろんなこうやってみて。あ、そうなのよ、電波が。そう、昔の携帯のやつ、昔の携帯のやつ。あ、でもね、ここを見ないとね。あ、そっか。大丈夫そう。あ、あ、来てますね。来てる。うん、そうですね。入ってる。じゃあ、この、そうですね、チャンネル、ね。そうですね。それを押しながら。はい。では、始めます。行きましょう。すごいですの。では、よいしょ。はい、はい、え。チャンネルチェック、チャンネルチェック。どなたかお使いですか？いや、待って、すごい。地域が変わっちゃった。鹿児島から飛んできてると思っちゃう。大丈夫かな。話して、話した、話して、はい、話してる、うん、はい、もう話した。ちょっとこれで帰ってくるかもしれない。ああ、そういうことか。もう一回か、片方通行なんで、うん、電話と違うんで話さないと向こうが話せない。だからこれを押しながらだったんだ。ああ、意味が分かった。もう一回聞いてみよう。チャンネルチェック、チャンネルチェック、どなたかお使いですか？京都弁話す。押しっぱなしダメよ。いいな、方言。あと振ってるかどうか見なきゃいけない。はい、降ってない気がしますの。じゃあお借りしましょうかね。うん、じゃあこちらお借りしますで、15に行こう。こちらお借りしますって言って。あ、じゃあこちらお借りしまーす。いや、押して押して。押して。今度は押してよかった。PTT スイッチを押さずにしゃべる。あ、いましたね。いました。ちょっと待って。こういう時は聞く出す。いろいろ。はい。聞く出す。もう一回言ってみて。チャンネルチェック。チャンネルチェック、チャンネルチェック。どなたかお使いですか？話す。はい。サービスカウンター。サービスカウンター？あ、じゃあ、業務で使ってから変えましょう。はい。あ、大丈夫そうな気がする。あ、こんにちは。無線を運用しておりまして、お騒がせしております。見ないとダメだから。そうだから。さっきから何回も言ってるでしょ。電波グイグイじゃなくて、こう自分でこう、自分でこう見ながら動かすだよ。大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫。じゃあもう一回聞きましょう、一応。そうですね。14とか結構使う人多いから。確かに、これで押して、うん、チャンネルチェック、チャンネルチェック、どなたかお使いですか？で外す。うん。こう。
いない。大丈夫そうなので、じゃあ14にしましょうか。そうですね。よし。はい。そしたら、お借りしますって言ってください。ここのチャンネルで。はい、では、チャンネル14、お借りします。電波では、カーコ、電波初出し、いきまーす。はい。初めての電波です。じゃあ、行きたいと思います。とりあえず、ポチリ。CQCQCQDCR。こちらは、鹿児島 KA24、鹿児島キロアルファ24、鹿児島キロアルファ24、現在茨城県の筑波山山にいます。更新いただける方がいらっしゃいましたら、チャンネル14、チャンネル14に再度コールします。更新よろしくお願いします。では一旦切ります。切ります。あれ？オリジナリティが最初から強い。はい、はい、じゃあ。鹿児島キロアルファ24。鹿児島キロアルファ24。現在、茨城県の、筑波山にで、移動して運用してます。更新いただける方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。受信します。あー、パイルしちゃってる。茨城県筑波山環境安全の総合の下では、スタジオルームが増えました、どうぞ。皆さん、ありがとう。あ、ちょっと。奥行きです。取れますでしょうか、どうぞ。皆さん、こう。アルファリバー、サーサーナル。アルファリバー。AL、サーサーナル。AL、AL。皆さん更新ありがとうございます。皆さん更新ありがとうございます。少々お待ちください。少しだけちょっと待ってもらっていいですか。お待ちください。そしたら、はい、長野 T これです。あ、長野 TS61、はい、そしてもう一人 LAL330 の方取れています。どう、まず長野の方どうぞ。こちらは通話ホテルタング44。あ、いや、それ CQ じゃ、CQ 出してるからダメだから。別の場所にしないといけないってことかな。どうしようかな。一旦呼び出しチャンネルに戻りましょうか。そうですね。そしたら、こちら鹿児島 KA24 ですが、混戦しているようなので、一度、もう一度、呼び出しに戻ります。こちらの、チャンネルは開放します。で、言ってください。了解です。こちら鹿児島 KA24。こちら鹿児島 K24、運用しています。更新いただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。それでは受信します。203と、松尾46、うん、そして202、うん、栃木、武蔵野って順番にやってあげて、各局どうもありがとうございます。今、内容が取れたのが、一番最初の方が46、その次の方が202で、その後が栃木 SH330 で、最後が武蔵野 DM634 の4名の方が取れているんですけど、最初の一番最初の末尾の46の方のお願いします。どうぞどうぞって言ったら、どうぞ。24番客こちら、こが4246、ゆきじいじさん、こちらも5-9、こちらも5-9で、受信しています。相手を呼んであげて、こ
古賀YU46 番曲どうぞ。はい、了解しました。この日の京浜運輸4番局、こちら古賀YU46 です。それはですね、これからもね、つながりましてよろしくお願いいたします。了解しました。24鹿児島経営24です。今日が実は初めての、無線を電波を、飛ばしておりましてどうもありがとうございます。記念すべきお初の方です。ありがとうございます。どうぞ。それではじゃあ最後レッツやりますか。あ、そうですね、ゆきちいじさんやってくれると思う。最後にレッツやっていいですかって。すみません、あの古賀 YU46 曲、こちら鹿児島系24です。あの最後にあの掛け声をやりたいんですけれども、一緒にやっていただけますでしょうか。どうぞ。はい、皆さん、よろしくお願いいたします。どうぞ。そしたらこっちで録画してるから、はい、それでは行きます。レッツーで話して。それでは行きます。レッツー泣き声クラブ。慣れてる人でよかった。ありがとう。ありがとうございます。はい、言って言って、本人に言って。どうもありがとうございます。押してないかった。ガーリーちょっと違った。ありがとうございます。あ、そうだ、ありがとうございます。どうぞ。この後も楽しんでください。どうもありがとうございました。セブンティースリー、はい、どうぞ。あ、どうぞじゃないよ。セブンティースリーね、終わりなの。群馬 RC202 先ほどの群馬ロメオチャーリー202です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。一旦どうぞで、あ、一旦どうぞ。あ、間違えた。次で帰ってきたら見て。ライブないんだ。了解しました。初めて聞くコーナーですけども、今度もちごめクラブさんって3人のユニットになったんですけど、どうぞ。今日はですね、ゲストで、あ、新入部員としてですね、ちょっと体験入部をしています。あ、これね。あ、これ。群馬 RC202 局、こちら鹿児島経営24。メリット5言ってあげて。メリット5ですって言って。メリット5です。よく、はい、どうぞ、はい、どうぞ。了解しました。いつも YouTube 見てるんですけど、とっても楽しい2人ですね。ありがとう。ありがとう。楽しいんですけども、本当に漫才クラブみたいな感じで。漫才クラブじゃん。掛け声をお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。どうぞ。はい、了解。先ほどもやったんですが、じゃあ2回目。2回目やってください。どうぞやってくださいませ。ありがとうございます。2回目よろしくお願いします。では、掛け声いきたいと思います。どうぞ。あ、どうぞ。もういいんだよ、言うて。あれ？あ、レッツは言っていただけるんでしょうか。じゃあ、言っちゃっていいよ。レッツを伝えます。それじゃあ行きたいと思います。レッツもちごめクラブ、イエイイエイ。この方上手、声がちゃんとすごいね。ありがとうございます。スーパー素敵な声で言っていただきました。ありがとうございます。栃木 SH330、 こちら鹿児島 KA24 です。まだいらっしゃいますでしょうか。どうぞ。いらっしゃらない気がする。じゃあ武蔵野の方だな。 DM、 はい、行きます、はい、武蔵野 DM634 局、こちら鹿児島 KA24 ですが、今いらっしゃいますでしょうか。どうぞ。はい、了解しました。鹿児島 KA 現在の運用場所は山梨県甲州市、山梨来ちゃったよ。大菩薩霊、大菩薩霊妙見の頭、勝ちなんじゃねえの。山梨。1980メートル地点から運用しております。レポートは
のレポートは5-5です。どうぞ。はい、レポート5-5を確認しました。ちょうど、筑波山今見えております。富士山の方向、そこから富士山は見えますでしょうか。どうぞ。富士山はちょっと場所的に見ない。武蔵の AM634、 こちら鹿児島 K24 です。めちゃめちゃいいところでされてるんですね。こちらからは、なんて言ったらいいのかな山頂付近ではあるけど見えません。山頂付近なんですけれども、あの木に覆われてて見えません。素敵なところでのなんか景色が浮かんできました。あのちなみにもち米クラブという YouTube をご存知でしょうか。どうぞ。はい、存じ上げております。この前、千葉 HR873 局さんと更新しました。この前どうもありがとうございますそれでは、掛け声をちょっと最後にさせていただきたいので、はい、レッツの後に、言ってもらってもいいでしょうか。どうぞ。はい、了解しました、はい、それでは今日一緒に山に登りました東京 SS44 局さんと2人で声をかけたいと思います。ああ、今日一緒に、どうもありがとうございます。それでは、よろしくお願いします。行きます。レッツもしもエグハーブ2人聞こえるわ、すごい上手うちらもどうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは、これからももち米クラブよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、セブンティースリーということで、ね、はい、すごい面白い、超楽しい。ちょっとカーコさんの宣伝全くできなかったけど超楽しい。もち米クラブありがとうございます。必死すぎて、いやもうこれは必死ですよ。てかみんな慣れてますな。慣れてますな。慣れてないです。いやでもすごい面白い、超楽しい。これはすごい楽しんでる。カオカさんの方が、いや、そう、楽しい。運用の仕方が面白いよ。すごい。あれはこの間肩こり使うよ、ハンドマイク。素晴らしい。でもハンドマイク使えるのか否か、活用できるのか否か。あ、テムだ、テムだった。この後チャンネル20、チャンネル20にて再度コールします。よろしくお願いします。聞こえたかな。初めて使ってるから使っていいか分かんない。ああ、そういうことか。チャンネル20では行きたいと思います。使えてるかな、聞こえてるかな。CQCQCQDCR、 こちらは千葉 WA512。 みんなチャンネル20聞こえますか。20です。これマイクが使えてるのかな。20、はい、聞こえない。千葉さんから聞こえないって。あ、押せてない、ね、送信になってない。聞こえない。差し込まないといけないから。チャンネルチェックやり直し。イエイ。本日は茨城県筑波山、女体山山頂運用です。移動で使っています。お聞きの方いらっしゃいましたらお願いいたします。受信します。千葉 WA512 番局さん、こちら鹿島キロホテル197、鹿島ケーチ97、同じく筑波山三幸ヶ原この展望台です。聞こえない。28は途切れ途切れか。うわ、聞こえない。今日は無理そうです。聞こえない。ゴンザレス、こっちで切れちゃう。みんな読み合っちゃって潰し合っちゃった。あ、そういうことなんですね。更新ありがとうございます。2曲ほど撮れました。鹿島 KH197 番曲、続いて筑波の127番曲かと思います。2曲取れております。それでは鹿島の方からお願いします。どうぞ。はい、OK です。ピックアップありがとうございます。千葉 WA512 番局さん、東京ブルワン、筑波山の女体山道ですね。こちら鹿島キルホテル197、
つくしま すごく近いので、こちらもですね、59+3です。どうぞ。はい、了解です。はい、ご協力くださいました。レポートありがとうございます。はい、いつもね、YouTube の方見させていただいております。ありがとうございます。最後にやらせていただけるんでしょうかね。できるよ。もちごめクラブさんが筑波山行ってるよなんてね、はい、はい、来ましてね。はい、あれ、嬉しい。どこにいるのかなって思ったら、しっきり聞こえました。よかったです。お返しますどうぞ。今日はですね、ゲストも招いて3人の女子で、運用してるんですけれども、今日は私初めてのハンドマイク運用で、鹿島 KH197 番局が1番目です。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ハンドマイク、1番目ということでね、よろしくお願いします。3人、以上は3人ですね。ありがとう。2位です。バイバイ。聞いてくれてる人あ、アイボールカード、アイボールカード、ありがとうございます。こんにちは。掛け声を最後にしたいのですが、すみません、いろいろ盛りだくさんでお願いしてもいいでしょうか。どうぞ。ちょっとボロボロ。はい、了解です。よろしくお願いします。私もお願いがあるんですけど、私が赤間虫って言ったら生卵で返してください。赤まぶしで生卵、もちごめクラブさんの方でやらせてください。それでは行きます。レッツもちごめクラブ。ありがとうございました。それでは鹿島 KH197 番局どうぞ。はい、よろしくお願いします。私が言う赤まぶし生卵。はい、ちょっとありがとうございました。ごめんなさい。ね、いいよ。こんなでっかい、こんなでっかいの。よく呼ばれてる。つくばの127かと思います。すいません、もう一度コピーしたいのでコールサインお願いします。どうぞ。紹介しました。千葉 WA517 ありがとうございます。こちら千葉 WA512 です。こちらはですね、57マックスの時が57です。どうぞ。ちょっとね、厳しそうなので、このまま、終わらせていただきたいと思います。この後も運用楽しんでください。セブンティスリー、ありがとうございました。はい、さよなら。こちらつくば TN703 です。メリット5、メリット5です。どうぞ。了解。つくば TN703 番局、ありがとうございます。こちらは千葉 WA512 です。次回レポートをお送りします。ちなみに今日はちょっと運用地を皆さんお伺いしてるんですが、今どちらで運用されてますか。どうぞ。はい、こちらは、茨城県の下妻市というところになります。下妻、つくばさんから見て、西側ですか。 YouTube を見ながらありがとう。了解。それでは最後にご覧いただいているということなので、レッツの掛け声をしたいんですが、やっていただけますでしょうか。どうぞ。いいでしょうか。どうぞ。変態、変態。それでは今から私レッツと言わせていただきますので、もち米クラブと言っていただければと思います。それでは行きます。レッツもちごめクラブ。ぬぎぬぎクラブ。ありがとうございました。セブンティースリー、結果発表。まぶしい、まぶしい。もうね、中間ポイントまでね、降りてきまして、今日はですね、ほぼほぼ聞いたことないコールサインの皆さんと交信することができました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。
ツイッターとかね、いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。それでは今日の結果発表いきます。はい、はい、千葉 HR873 番局、はい、まず茨城県、はい、10ポイント2人目は東京0、3人目群馬50ポイント、おー合計60、はいはいはい、鹿児島経営24番局、はい、1人目茨城県、はい、10ポイント、はい、2人目群馬県、はい、50ポイント、どう3人目山梨県50ポイント、あ合計110ポイント、あらすごい。千葉 WA512 番局、はい、茨城、はい、10ポイント、うん、2人目茨城、はい、10ポイント3人目、はい、茨城10ポイント、イエーイ、茨城の人とつながるのが普通なんだからいいんだ。今日はゲストの優勝、面白かった楽しかった、本当にすごいすごい、もうちょっとこれはすごい病みつきになる。そうだし、受けてる人たちがみんな優しかった。あーそうですね、みんな優しい、はい、じゃあまた移動運用の時にはこのスペシャルゲストをね、あのなんかコールサインがもったいないからまだ使いたいらしいのでまた誘って移動運用の時には3人とかでね、行きたいなと思っております、はい、ということで皆さん今日は初の移動運輸つくばさん、お疲れ様でした。わーお、花澤さん、私が、はい、行きます。レッツもちもちクラブ、はい、どうぞ花澤さん。わー人の音して自分の出なかった。はい、かこさんチャレンジ、はい、おい、あ、ダメだ、ダメだ、私もじゃあ投げてみようと思います。あ、ほんと、いきますよ、いきますよ、えい、あれあれあれ、入った今いい感じです。初対さん登場。写真も撮ろう。